はい、今回ご紹介の物件は横浜マリンハイツ、まあ、桜木町から、まあ、バス、まあ、横浜駅、京浜東北線根岸駅からバス便のお部屋です。で、玄関の横にはまあ、こういったニッチと、その横にはですね、シューズクロークがあります。で、入ってすぐには 4.6 畳の洋室ですね。で、わりかし大きめのクローゼットがあります。51平米の 3DK タイプですね。で、こちらがダイニングルームなんですけど、手前には洗面室があって、三面鏡になる洗面化粧台ですね。で、その向かいにはちょっと下工事中ですけど、棚が、可動式の棚がついてます。で、バスルームも新規交換してありまして、お湯炊き、浴室乾燥機付きになってます。で、トイレが、スライドの引き戸になってて、場所を取らないように配慮されてますね。上には釣り戸棚がついてます。で、こちらが7畳のダイニングキッチンですね。システムキッチンも新設されてます。浄水器、ビルトイン型の水洗がついてます。タカラスタンダードのものです。で、向かいにはまあちょっとしたこうカウンターですね、収納のカウンターがついてます。で、可動棚、可動式の間仕切りをこうオープンにしてるんで、こちらが 4.5 畳の洋室になってます。で、ダウンライトの入ったエコカラットの、壁が入ってます。で、その隣には6畳の洋室ですね。非常に日当たりがいいです。で、こちらには、ウォークインクローゼットがついてます。 0.9 畳ですけど、結構奥行きがあって、上にも、棚がついてます。真南向きなんで日当たりは非常にいいです。で、バルコニーも結構奥行きがあって広いですね。で、前がコンテナ置き場になっているので、まあ物が立たない限りは非常に日当たりがいいですね。特にベイブリッジとかは見えませんけど。で、こちらの右側がベイタウンですね。マイカル本国なんかがあります。はい。